Hi, e v e r ンディシーズ i 現在、ロシアが侵攻してウクライナで、まあ、大変な争いが起きてるんですけれども、まだそれが終わる兆しがないですね。それでウクライナについて少しお話をしたいと思いました。まず、オレンジ革命ですね。オレンジ革命はプーチンを語る上でも、現在のウクライナを語る上でも、避けては通れない話題となっております。これは2004年に起きました。まず、一人目。 ベレゾフスキーという男の名前を、まあ、皆様にお伝えしなければいけない。これはあの、ベレゾフスキーさんは、以前に私が動画を出したんですね。プーチンの正体というタイトルがついた、まあ、動画なんですが、その中で、まあ、お話をさせていただいてるんですけれども、ロシアの新興財閥、オリガリヒの筆頭です。トップだった人です。実はギャングでヤクザなんですけれども、プーチンを大統領にまで押し上げたうちの有力な一人なんですね。 ところが、プーチンが権力をその手に収めた途端に、オリガリヒやこのギャングたちを追い出したんです。政治に口を出すなと。それでベルゾフスキーは命からがらロシアを抜け出して、イギリスに亡命を果たすわけです。その時からベルゾフスキーは、プーチンに対しての怒りが収まらず、プーチンへ復讐してやろうと。 一生懸命なってたわけですね。で、このオレンジ革命、ウクライナで2004年に起きたオレンジ革命はその裏にベレゾフスキーがいたと言われております。このロシアを攻撃する格好の材料だったわけですね。当時、まあ、2004年、ウクライナのクチマ政権という政権があって、それは完全にロシア寄りだったそうです。それに対して市民たちが非常に怒りを覚えて大規模な抗議活動を引き起こしたのが、 これがオレンジ革命なんですけれども、本格的な冒頭へと高まっていたわけですね。オレンジ色の服を着た何十万人という市民が、キエフ、ま、現在はキーフと呼んでるんですが、キーフの街中、ウクライナの首都ですね、座り込みやストライキやデモ行進を行っていた。これら反対運動の先頭に立っていたのが、ユシチェンコでした。ビクトル・ユシチェンコ。 そしてその背後にベルゾフスキーがいたと言われております。当時、ウクライナの法律で外国から政治資金を調達することを禁止していたんですね。その法律をかいくぐるため、架空の企業を通して、密かに何千万ドルという莫大な資金をユシチェンコのオレンジ革命に投入していたのがベルゾフスキーと言われております。2004年にクチマが任期満了を迎えました。 それに伴いユシチェンコは正式にウクライナの大統領候補として選挙に立候補したんです。彼が選挙に公約を掲げたものはすべてプーチンが嫌いなことでした。つまり、ウクライナのナトを加入。さらに、ウクライナがヨーロッパとの統合を果たすこと。そして、汚職すべてを一掃すること。これらすべてが、 一般の人々、市民一人一人に力をという強いスローガンのもとで約束をされたんです。テレビ局の選挙番組っていうのはほとんどロシア側の政府が牛耳っていたんですね、ウクライナも。ですから、ユシチェンコはテレビに出ることがほとんどできなかった。ですから彼は足を使って歩いて歩いて自転車乗ったりして有権者と直に交流することを選挙の地盤固めとしたんです。そして、 投票日まであと数週間に迫った2004年9月5日、ユシチェンコはウクライナの国家保安機関のトップとの会食を終えて家に帰宅しました。そして奥さんにただいまのキスをしたんですね。すると奥さんが、あなたの唇金属の味がすると言ったんです。まもなくユシチェンコの頭と顔が腫れ上がり、肌には海の溜まった発疹ができ、 焼けるような痛みが全身に広がり、オレンジ革命の指導者のユシチェンコは緊急処置のために飛行機に乗せられました。そして彼はウィーンに運ばれて検査の結果、体内から致死量に近い強力な毒素が見つかったんです。ユシチェンコは TCDD 中毒でした。化学兵器なんですね。最も毒性の強い物質だと言われております。こちらの画像をご覧ください。 これは同一人物です。ユシチェンコです。以前のユシチェンコ、そして毒を盛られた後のユシチェンコです。このような状況になったんですね。彼は奇跡的に一命を取り留め、なんと治療を終えて再び、ウクライナの群衆の前に現れたんです。もう肌はこのように変わってしまい、灰色になっておりました。それでも彼はなんと、選挙活動を続けたんです。 そして数週間後に行われた投票がなんと不正に操作されたと言われており、負けたんです、ユシチェンコが。これで国民の怒りが爆発し、100万人を超える抗議デモが起こった。これがオレンジ革命なんです。このオレンジ革命は2ヶ月近く続いたんです。ベレゾフスキーの資金は援軍が必要な時に、 その、キーフ以外から来るデモ参加者をバスで運ぶための資金に使われたと言われております。オレンジ色の旗が至るところに翻り、なんとキーフの都市機能を麻痺させました。このオレンジ革命のデモに関しては、もうロシアはカンカンに怒ってプーチンもバカなことはやめろと再三言ってるんですね。それでも全く抗議運動は衰える兆しを見せず、再投票が、まあ、 できたんですよね。本当は不正だと市民が怒って100万人規模のデモを起こして2ヶ月戦うと、その選挙結果は不正だということで、一旦なしになって、再度選挙の投票が行われました。そしてその結果、ヨシチェンコが見事勝利を収めたんです。オレンジ革命はプーチン政権にとって最大の脅威となりました。旧ソ連諸国にこういった政権を 立ててしまった。プーチンの死枠を叩き潰し、ロシアや近隣の国民に汚職と選挙の不正に対する我慢は必要はないと知らしめたんです。この時プーチンは黙っていませんでした。ウクライナは明らかにプーチンにとっては縄張りだそうです。自分の縄張りで二度と革命が起きないように、そのために若者の運動を組織したんです、プーチンが。ナーシと名付けたんですね。 ナーシとは我々という意味だそうです。そして我々はロシアを守るんだと若者に火をつけて、それに対してすごい莫大なお金をプーチンは注ぎ込んだと言われており、熱狂的にプーチンを支持するティーンネイジャーが20万人以上に膨れ上がり、みんなプーチンの顔の T シャツをつけて、プーチンを守れとかロシアを守るんだといったようなものすごい盛り上がりを見せたそうなんですね。 ま、そこまでしてプーチンは自分を守って偉大なるロシアを取り戻そうと焚きつけてるわけなんですが、そのロシアに牙を剥いたということで、オリガリヒ暗殺計画も同時に遂行していったんですね。つまりベルゾフスキーは新たな脅威として、もう最も危険な人物として、まあ、再度ターゲットにされたというお話が残っております。今回はですね、とにかくオレンジ革命でユシチェンコに毒を盛られて、 人々の代表なので、すごくみんなが見ている前で毒を盛られ、顔つきもその皮膚もただれて大変な目に遭いながら、生き返って戻ってきて選挙に勝ったという、ものすごいお話なので、まあ今回少しそこだけ、ちょっと取り上げてみました。革命を起こすということは、命がけなんですよね。自分の命を捨てなければ、それは成し得ない。そのぐらいの覚悟でやっぱり立ち上がるんだと。 そういうことを見せているんだと思いますね。まあ、でもね、毒で大変な目に遭う人ってかなり多いですね。ロシア絡みで。ちょっと怖いなと思います。まあ皆様は今回のお話どう思いましたでしょうかもしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。